昨日飲みすぎちゃったな。休みの前日は部屋で一人でお酒を飲んでドラマを見て過ごしてそのまま眠る。ブラックワールド。私の名前は鈴鹿。鈴鹿ちゃん、この書類頼むよ。はい、わかりました。おしゃれが大好きな普通の OL だ。女の子はみんないつまでも可愛く言いたい。私もそう思っていて、毎日健康や美容には気をつけている。ああ、この化粧水良さそうね。そのおかげで他の女性社員よりも綺麗だという自信が私にはあった。鈴鹿さんっていつも綺麗ですよね。当然よ、若い今のうちから綺麗にしておかないと。他の OL からも化粧や容姿を褒められることも多い。だから私は自分の容姿には自信があった。しかしデートのお誘いを男性社員から受けたことはない。まあでも、うちの職場程度の男に誘われても行かないんだけど、みんな私が高嶺の花すぎて声をかけられないのね。でも私も20代の女性、普通の恋人が欲しいとも思う。出会いのない私はスマホで出会い系のアプリをしてみることにした。やっぱり私に見合った男を探すには会社の中だけじゃダメよね。出会い系のアプリは基本女性が無料の場合が多い。簡単にプロフィールと写真を載せれば男なんてすぐ寄ってくるだろう。私の予想通り男から連絡は来た。しかし、なんでこんな男ばっかりなのよ。連絡してくる男たちは微妙なのばかりだった。イケメンなんてそうそういないし、おっさんからも連絡が来る。出会い系ってこんな男しかいないの？しかし、そんなある日だった。何この人、すごいイケメンじゃん。私は亮太というイケメンとアプリで知り合った。亮太のプロフィール画面の写真がすごくかっこよくて私好みだった。これよ、こういうイケメンを待ってたのよ。私はすぐに亮太に連絡を取り、亮太を本気で落とすために行動を始めた。まずは自分のプロフィールの写真を変えた。もっと可愛い写真にしないとね。会ったことのない亮太に少しでも好印象を持ってもらえるようにと、私は今までで一番可愛い自分の姿を撮影してプロフィール画像に載せた。写真以外にも自分のプロフィールの説明欄なんかも変更して、私がどれだけ魅力的な人間なのかをアピールした。ここまですればきっと大丈夫よね。私はこうして亮太とのやり取りを続けた。亮太から連絡来てる。今日は休日、会社がないってだけで心が軽い。あれから亮太とは連絡を取り合っていていい感じだ。今日は何をしようかな。仕事がない日の私はこんな感じだ。あ、お酒なくなりそう。昨日飲みすぎちゃったな。休みの前日は部屋で一人でお酒を飲んでドラマを見て過ごしてそのまま眠る。あ、そういえば亮太から連絡来てたんだった。亮太のメッセージを確認すると、なんと会ってみないかとお誘いのメッセージが来ていたのだ。やった、すぐに返信しないと。私はすぐに亮太にいいよと送り、そのまま洗面所に顔を洗いに行った。今日はどうせ誰と会う用事もないし、外に出る用事もなし、このままでいいかな。私は休日誰とも会わないと何もしない。食事はカップ麺や冷凍物で済ませて、お風呂は人と会わないと入らない。基本ベッドの上でゴロゴロして過ごすのだ。あ、この化粧品いいなと思って買ったやつだ。でも前買ったのも使い切ってないし、まあそのうち使うわよね。部屋にはたくさんの化粧品があるが、全部使い切っているわけではなく、中途半端なのがいくつもある状態だ。結構増えてきたし、そろそろ処分しないとな。亮太から連絡？私が休日を過ごしていると、なんと亮太から近くに来ているから会えないかと連絡が来たのだ。亮太完全に私に恋してるわね。私は亮太のそんなメッセージを見ながら勝ったと思っていた。しかし今日は全く亮太と会う準備ができていない。残念だけど、ここはお断りの連絡をしよう。会うときは万全の状態で行きたいしね。残念だけど、また今度ね。
私はリョータに今日は用事があるから無理だとメッセージを送って、私は簡単に会えるような軽い女じゃないのよ。完全にリョータをものにしたと思った私は気分が良くなり、昼だというのにお酒を飲んでしまおうと思い、冷蔵庫からビールを取り出した。祝い酒よね。もうリョータをゲットしたようなものだし、お祝いしないと。私はテレビでドラマを見ながらビールとおつまみを食べて過ごしていた。そんなことをしていると、今度はリョータから着信が来たのだ。リョータから電話？もうどんだけ私のこと好きなのよ。私はほろ酔い気分でそんな独り言をつぶやきながら電話に出た。え、もしもし？もしもし？あれ？電話に出るとなぜかリョータは動揺していた。どうしたのだろうと思い、私はスマホを耳から離してスマホを見てみた。うわあ、やば。私の酔いはここで一気に冷めた。私は間違えてビデオ通話をしていたようで、リョータは私のすっぴんの顔を見て説教し、そのまま通話を切ってしまった。やっちゃった。以後リョータから連絡が来ることはなかった。せっかくうまくいっていたのに、油断したせいで全てがパーになってしまった。なんでビデオ通話なんかにしちゃったんだろう。しかも会社でも。ねえねえ、鈴鹿さん、今日ちょっと匂いきつくない？あー、言えてる。香水で隠しているけど逆に変な匂いになっているよね。ズボラな性格してるんだろうね。まあそういうのは癖だから隠せないしね。みんな感づいてるよ。なんと、私のズボラな性格が会社のみんなにバレていたのだ。だから男性社員は私に声をかけなかったんだ。生活を変えないと。俺の名は山口、41歳ニート。恋人や友人その他もろもろ、人間関係がめんどくさいから交友関係はゼロで、毎日実家にある自分の部屋で過ごしている。新作のゲームがやっと一本終わった。次はどれにしようかな。と、その前にエネルギーチャージしないと。日課であるゲームのお供に絶対欠かせないのがポテトチップスだ。朝にはさっぱりと薄塩味、昼にはガツンとコンソメパンチ、夜には酒のつまみにもなるのり塩味。その他にも味、形状、期間限定品、地域限定品など多種多様の進化を続けるポテトチップス。俺はそんなポテトチップスの魅力にすっかりハマってしまい、10年間ほぼ毎日食べ続けている。ちょっと、いつまでゲームしてるの？またこんなにお菓子ばっかり食べて。夜ご飯はいつ食べに来るのよ。夜ご飯いらね。俺はポテチさえあればいいからたくさん買ってきてよ。そうやってお菓子ばっかり食べてるとまた太るわよ。いちいちうるせえな。お前の作る料理よりよっぽどポテチの方がうまいんだよ。お母さんはあなたの健康のことも考えて作ってるの。味も大切かもしれないけど健康も大切でしょ。好きなものを食べて死ねるなら本望だ。がんになっても知らないわよ。じゃがいもでがん？そんなの聞いたことねえよ。俺がもしじゃがいもがんになったら土下座して謝ってやるよ。母からの忠告はいつものこと。そんなもので俺のポテトチップス愛を止められるはずもなく、俺はそれからもポテトチップスを食べ続けたのだが、あれ、調子が悪いぞ。なんだか視界が歪んできた。ポテチに囲まれる幸せな世界はただの夢だったか。いつの間に寝てたんだろう。ポテチの捨てり具合から考えるに、そんなに長く寝てはいないな。この日からちょくちょく急に寝てしまうことが増えた。おそらくゲームのやりすぎで寝不足なのが原因だろう。しかし体の不調はそれだけではなかった。動くのが面倒くさい。ゲームもやる気にならないし、食欲もない。日に日に何もできなくなっていくのが自分でも分かった。今はかろうじてトイレくらいの時には部屋の外に出られるが、それですら億劫だ。ちょっと、何回も呼んでるのになんで返事しないの。うん、
聞いてる？最近いつにも増して変よ。え？なんか匂うし、お風呂にも入ってないんじゃないの？本当にどうしちゃったのよ。具合でも悪いの？何もかも嫌になることも増えてきて、それでもなんとか俺をつなぎ止めてくれたのはポテトチップスだった。これを食べている時だけは憂鬱な気分を忘れることができる。病院行くわよ。ほら立ちなさい。母親に引きずられるようにして俺は病院で診察を受けることになって。ポテトチップスを10年間も毎日食べてるんですか？いくら注意しても全く聞く耳を持たなくて。やっぱり体に毒ですよね。何にでも限度というものはありますから、ポテトチップスに限った話ではありませんが。山口さん、現在あなたの体の不調は栄養失調とうつ病から来るものだと思います。栄養失調とうつ病ですか？はい。まずはジャガイモの主な成分はビタミン、ミネラル、炭水化物でできています。これらの栄養素は毒ではありませんが、こればかりしか摂取しないとなると栄養失調は避けられません。栄養失調になるとめまい、貧血、疲労感を感じるようになり、骨粗鬆症にもなります。確かに急に寝ていたなんてことが最近あるかも。それは意識を失っているんです。このままでは大きな事故につながるかもしれません。栄養失調になると体だけでなく心にも影響してきます。セロトニンという神経伝達物質の分泌量が低下してしまうとうつ病を発症することもあります。先ほど聞いた話からするとすでに自覚症状が出ているようですし。でもジャガイモって野菜だろ。健康にいいはずの野菜を食べてなんでそんなことになるんだよ。ジャガイモというものは厳密に言うと野菜じゃないんですよ。え、野菜じゃないのか？ええ、芋およびでんぷん類に分類されます。そんなジャガイモには炭水化物が多く含まれており、それを油で揚げることによってカロリーもとても高くなります。そこにポテトチップスを美味しくする旨味成分を含む食品添加物 L グルタミン酸ナトリウムが使われており、中毒性のある美味しさが生まれるわけです。あの止まらない美味しさは中毒症状だったっていうのか？ジャガイモはもともと美味しいので食べたくなる気持ち全てが中毒症状だとは私も言いませんが、食品添加物が体にはあまり良くないもので、ポテトチップスを食べている以上それを摂取してしまっているのは避けられません。落ち込んでいるところ申し訳ないのですが、ポテトチップスが人体に悪影響を及ぼす話がまだあります。まだあるの？もういい、分かったから。しっかり最後まで聞いて現実を受け止めなさい。炭水化物は生きていくのに必要な栄養素ですが、体を老化させる働きもあります。これ以上ポテトチップスを食べ続けてしまうとシワやシミができるなど、皮膚の老化がどんどん進んでいきます。さらには動脈硬化を招き、最悪の場合は心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる重大な疾患が発症することもあります。運動すれば動脈硬化にもならずに済むはず。それだけではなく、ポテトチップスを食べ続ければがんのリスクもあります。がん？ポテトチップスをこんがり美味しそうな色に変えるアクリルアミドという物質は、ジャガイモの糖分とアミノ酸と合わさると発がん性物質に変わることもあるんです。ほら、お母さんの言った通りでしょ。ジャガイモがんなんてないって言ってたけど、あるじゃない。負けを認めるようで悔しいが、好きなものを食べて死ねるなら本望だとは言ったが、本当に死ぬとなると怖いな。分かったよ。そこまで言うならポテチは我慢するよ。よかった。ぜひそうしてくれると私としても話した甲斐があったよ。ありがとうございます。私がどれだけ言っても聞かなかったので助かりました。それでは入院の手続きを進めていきましょう。入院？ええ、山口さんの体は栄養失調状態にあるので、少しの間は入院していただいた方がいいかと思います。ぜひよろしくお願いします。勝手に決めるな。俺はプライバシーが守られていないと絶対嫌だからな。それなら個室もありますよ。
別途費用がかかりますけど。それじゃあ個室で。あんたは大部屋でいいわよ。うるせえババ黙ってろ。入院費だってバカにならないのに、その上個室がいいですって。誰がそのお金払うのよ。そりゃあ親父の給料から。うちにもお父さんにもそんな余裕はありません。個室がいいなら自分で働いたお金で入院しなさい。お部屋で構いません。それでは準備させてもらいますね。こうして人間関係が面倒くさい俺は大部屋で入院することを余儀なくされた。家でもやる気がなかった俺は何もない病院ではさらに何もやる気がなくなった。こんな時家ならポテトチップスを食べて過ごしていたのに。ダメだ、ポテトチップスが頭から離れない。さらには消灯後も同じ部屋に見知らぬ誰かがいるという状況が気になってしまい、なかなか寝ることができずにいた。何かの物音、誰かのいびきがうるさくて全然落ち着かない。そのことを看護師に伝えると耳栓が売店に売っているということを教えてもらい、早速買ってみることに。雑誌なんかも売っているのか。どうせ暇だし買うのもありだな。ん？これはポテチじゃないか。どうしてお前がこんなところに。売店にはお菓子も売っていて、そこには俺に買われるためにポテトチップスまで置いてあった。体に毒って言ってたのに病院で売ってるんだから本当はそんなことないんじゃないか。いやいや、ジュースだって売ってるんだ。体に良くないものも多少なり売ってるんだろう。買うかやめるか。俺は何を悩んでるんだ。ここでやめないと今までと変わらないじゃないか。ごめんよポテチ。俺は10年間共に歩んできたポテトチップスと別れることを決意して病室まで走った。お目当てのものは買えましたか？お目当てのもの全然少しも買いたいなんて思ってませんよ。あら、そうでしたか。今日は寝れるといいですね。耳栓のことか。山口さん、お昼の時間ですよ。ありがとうございます。正直病院食って美味しくないんだよな。薄味だし量だってこんなに少ない。あの自由だった生活はもう手に入らないのか。これからも食事制限して生き続けるなんて俺に耐えられるか。もうポテチから離れてしばらく経つ。あの匂いと食感、味が恋しい。よし、買いに行こう。あら、山口さん、どうかしました？耳栓、買い忘れてしまって。ああ、そうだったんですね。お気をつけて。やっと買えた。これで、俺の入院生活も少しはマシになるぞ。山口さん、ちょっとよろしいですか？なんでしょうか？その袋の中、確認させてください。何の権利があってそんな横暴なことを。これだけですか？そうに決まってるじゃないですか。すみません、万が一があるので先生から購入品の確認をするように言われてまして。まったく、俺のことを全然信用してないんですね。これも山口さんの体のためですので。そんなことであろうと思ったよ。俺に抜かりはない。売店へ行くのが見つかれば中身を確認されてしまう。それなら見つからなければどうということはない。ミッションコンプリート。やっぱりポテチはやめられねえ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。